はい、始まりましたホイチャンネルです。じゃあ今日は何しに来た？今日は何しに来ました？ホイちゃんの新しいバスを仕入れに来ました。皆さんお待ちかねのバスを買いに来ました。まあこの映像だけだと、うん、前のバスじゃねえかってね。そうね、前のバスじゃねえかっていう話でね、なりますけれども、まあ、実は違いますね。ちょっとじゃあまだナンバーとかも取ってない状態なんで、販売店にある状態なんでちょっと他は映ってないですけど、ご紹介しましょう。はい、見ていきましょう。はい、まあ、まずここ見ればね、もう一目瞭然で、一目瞭然で前の車とは違うな。でこれがついについにつきましたね。レーダー付き、ええ、追突被害軽減ブレーキ付きです。うん、かっこいいね。かっこいいね。うん、もちろん前の車両よりも年式が新しくなっております。2世代でなのかな、型式的には。そうね、2世代になる、うんうん、はい。あんまね、外はこれグッチです。グッチがね、点検してくれてます。いろいろ不備がないか見てくれてます。結構不備だらけだね。結構ね。でもやっぱりこのね、この内装の色は変わってね、ちょっとゴージャスになったね。これ防犯装置ね、もちろん持ってあると思いますけど。まあこれだけ見ると本当に前のバス、この画面見てもさ、ね、新しいバスって感じではないね。買った買った詐欺みたいな。あ、ここだよ。ここが一番前のバスと違う。あー、このパネルが、うん、さあこの蓋はね、何でしょうかと。ね、余計なもんがつきました。ホイちゃん大嫌いなアドブルーがつきました。開けて、はい、はい、尿素タンクがつきました。余計なもんだね。一応なんというかね、故障率が上がるということでホイちゃんは嫌がってましたけども、まあ、時代の流れで仕方なくですね、ついちゃったね。ここもね、せっかく広い物置だったのに、ね、せっかくのチェーン入れがね、半分になりました。半分でね、フルスモークガラス、ガラスがスモーク、前は透明に近いね、ガラスやったんでね。それぐらいしか変わりがない。もしや、もやし、ほとんど違いは、あ、この後ろの違いか。あ、スポイラーの、スポイラーの形がちょっと違います。違いますね。その他はほぼ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 一緒ですね。いや、いいね、スモークガラス。スモークガラス、まあそれだけでも、ね、買い替える価値はある。では中へ。スモークでしただけで、よ、懐かしい。懐かしいね、うん、僕はこのメーターの車担当してました。懐かしいですね。暑いね、やっぱり。エンジンかけて。エンジンオン。あ、メインガチャってるの、素人じゃん。ど素人。はい、メインを引きまして、はい、ああ当然ですけど、イスズガーラね。あー、はい、ガソリンが、まあ、燃料がね、まあまああとね、売り払うだけやからね、この人らはね。ちょっとそのまま中行こうか。暗いね。まあ、やっぱりあの夜光仕様やし、窓も黒いからじゃない。照明にカバーついとるし、スモークガラスやからね、なおさら暗く感じるよ。暑いぞ、涼しいよ。あ、涼しいね。座席がいいっすよ ね。これはほら、これ知らなかったけど、これになったんだ。あ、前はなんか台やったもんね、うん、足置き台で、全席コンセント付き、コンセント付きで。どうやって開けるのこれ。あぶね、怪我するね、これ。ええ、テーブルがついております。きたね。ちょっと掃除せんなんけどね、カーテンがなくなっちゃったね。カーテンは、これはどうしたんですか。これね、取られたの、前の事業者に。そう。あー、なるほど。夜行走行するならつけんなね、またね。まあでも
椅子はどう？なんかなんか材質もちょっといいよ、いい椅子やね。生地を使ってはるよね。生地はなんか前と違うね。違うね、ちょっと高級感な。これ白いつぶつぶだと思ったら、これカラフルな。そうやね、グッチーも堪能してる。グッチーは、うん、グッチーの大きな体がすっぽり収まる。すっぽり収まるな。あ、ここの中どうなってる？開けてくる。エアコンのフィルターはどう？なんかちゃんと内科に来るフィルターやろ。暗くて映らないかな。フィルターは、嫌よね。でもね、やっぱりさ、ここにもついてるやついるね。それいろいろ中古バスをさ、巡ってきたけど、それもやっぱオプションなのかね。ちょっとなんかエアたまってきたらこんなもんかなって気がしてきたね。なんかやっこい気がしたんやけど。普通やね。まあ、であと運転席これか、こっち側の、はい、ほらフルコンのレバー、ね、ああこれね、これとね、これセットとね、これはどっかでダンジャーに習わないといけないわ。能力でもなくて、いや、もうあなたのベルファイアと一緒やって。タワちゃんがちょっと試乗です。はい、この中でガス欠になったりして、もう大丈夫です。エアかましたら大丈夫かな。もうやめてくれよ。どう？あ、まあまあ、よっぽど怖がったら今度来るとき、こう傷んで1個持ってきて詰めていかないか。ああ、いいんじゃないですか。ちょっと3番入れますけど、うん、どう？ああ、だいぶ、ああクラッチの位置は問題ないと思うね。え、なんか良さそうだよね。ああちょっとまあ15キロ程度やから何とも言えんけど、でもクッションも良さそうやよ、乗り心地も。あー、なんか気持ちいいね、やっぱ12メートル車はね。ウィンカーの音が前と違うね。前カッチカッチ乗ったからね。久しぶりの12メートルはターちゃんも。でかいね。ハンドルの切り方もわからんね。やっぱりね、なんか癖がなくて、ターちゃんの回し方はね、見本にしたい回し方だよ。ブレーキはどう？ブレーキもソフトタッチもできるし、いいのじゃないですか。前のやつさ、ちょっと戻らなかったじゃん。そうだね、硬くてね、うん、それもない感じで。そうね、でも違和感だったわ、初めぐるっと回った時は。なるほど、うん、で、また右戻っていけばいいわけ。そう、あの黒い車に、あー、黒い車の後ろ行けば、ここからバーッと回ってくれる。いいね。なんかでもやっぱり前のバスから見れば全然良くなった。良くなった。いろいろホイちゃんにすれば残念な部分も多いとは思うけど、うん、総合的には良くなったんじゃないかな。良くなった、うん、お金もかけりゃ、お金かけんなんけど。ね、でもとにかく何、追突被害軽減ブレーキとあのオートクルーズついたことだけでもね、お金かける価値はあると思うよ。まだ側が綺麗なんだから、ね、うん、いや僕的にはこの重機械群がちょっと惚れ惚れするけど、ね、ザクシス470とかなかなか見れんぜ。そうなんや、タラバガニみたいな長いのいたで、この腕が、うん、タラバガニ、タラバガニ、いつか船で反対側から覗きに来るか。おお。もうちょっと荒れた路面で乗り心地の変化、俺は分かんないよ。こんなソフトスピードだしね。うん、そう。やっぱり40、50出さんとね。でもこの砂利に入った瞬間のこのいなし方がやっぱり違うよね。ああ、砂利道っていうのなかなか通る経験がないからさ。まあね。いや、当社のような荒れた駐車場ではよく分かる。ボコボコの。かつけないでね、久しぶりだから。ええ、長くて。でもまあ前のバスもさ、電子制御ファスついとったからさ、うん、悪くはなかったんじゃね、もちろん。でもこれもさらにやっぱいいよね。さすが一発で入れたで。当然やじゃん。あ、なんなん、これでもやっぱこのバスの乗りやすさはね。うん。やべえ。一回止めといて、はいはい。燃料が切れます。
また来るときあれやったらこっちタンクで20リッターほど持ってきて入れる、燃料が切れたらグッチーが大変な目に遭います。めんどくせえから20リッターほど入れんなんかもしれん。ポリタンク20リッターって運転席にもコンセントミンキとか長いよ、出たら長いよ、バッテリー余るから。僕もプロやからね、入れる側を忘れても切る側を忘れるからさ。それではそういうことで、はい、特報でした。特報でした。また来週。また来週。始まりました、ホリチャンネルです。今日は何、今日は今のは切るわ。今日は何しに来たの。あ、また、あ、切るとかエンディングかメインなんてど素人にど素人に、はい、メインを引きまして、あ、当然ですけど、イスズガーラ。